分これ初顔合わせじゃないですか。はい、初対戦となります。さあ、宝山も初の大阪じゃないでしょうか。初の大阪です。はい、さあ、宝山はですね、初の大阪でありながらプロとなって初のこの夏の試合をですね、叩き込まれております。さあ、スタミナを奪われます。早いうちに手ロープブレイク。しかもこの会場がですね、空調が効いていないので、多分息の上がり方もいつも以上だと思います。はい、長与はすでに息が上がっております。でもこの門倉が今二冠王ですよね。それもタッグの、はい、やっぱりタッグ校舎なのかな。そうですね。でね、顔つきが変わってきましたよね。はい、明らかに。今日、余談なんですけど、朝パーキングで会った時に、はい、門倉おじさんでした。それはよく寮でもある光景ですね。そうですね。だからここは愛ちゃんを応援して、愛ちゃん、愛ちゃん、もうすぐ同期となる後藤がデビューします。はい、この勢力もですね、どん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 力をつけていってほしいなと思います。今2秒音がしましたね。したね、今ね、顎だね、やだね。うい、当たってけ、当たってけ、当たってけ、もっと当たってけ、当たってけ、当たってけ。カード倉でまだ倒れるほどの圧力がないっていうのは、まだ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 改良の余地ありですね。でもまあ新人ですからね、まだ言ってもまだ新人ですが、これからどん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 変わっていきます。お、こうやるんだと言わんばかりに顔、今顎突き上げましたね。あ、悪い女だね、本当に。リンは体つきもしっかりしてきて、うん、今思ったんですけど、スピードも上がってきてるんですよね、徐々に。あ、やっぱり5番勝負ってすごかったんじゃないですか、やっぱり。はい、さあ、5番勝負で鍛えられた門倉凛、そして毎回の試合で鍛えられる宝山、ここは負けん気を見せてほしい。おい、おお、なんか独特な今打ちつけ方ですね。いけ、まだまだね、蹴り足がね、パワーがね、もうちょっとね、もうちょっとついてくれば、はい、ちょっと面白い雑学なんですけども、はい、ボディスラム今やられましたよね、はい、やる方、首の持ち方ですね、はい、相手の首の持ち方で、前助系の力が入ってるかどうか、要するに血が入ってるかどうかという、分かりやすいんですよね、これね、はい、よく男子式、前助式っていう分け方をしますね、はい、ちなみに自分は両方を使い分けております。あ、それは2つできるよっていうことだね。ちょっと自慢です。ちょっとそれ、かやさんか。教えた分、解散か。
あのロックアップも右ロックアップ左ロックアップと両方で、ね、両方できた方がいい本当に。まあ、ちなみにうちボディスラムみんなですね、ほぼほぼみんなまあコンプリートというぐらい全女式ですね。はい、そうですね。で、まあ響きが入団してきた時もボディスラム見た時に、あ、やっぱり全女式だと思いました。なぜならばですね、教えてくださってた人たちが全女の人たちが、はい、やっぱりその井上京子選手、伊藤薫選手、サリー選手も全女式なんですよね。そうですね。スクルボーイ入った、丸め込みを、ああもうちょい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 、いけいけ、そのままそのままいけ、そのままいけ、そうだそうだ、いけ、スライド抑え込め、体重がっつりがっつりがっつり、あー今惜しかったですね。このままいけ、諦めずに、ほざん、はい、トワース、よし、終わりか、ちょっと顔を攻められてますね、ずっと宝山。もうあんまりね顔を攻められることがないから、やっぱりたださ熱いのに朦朧とした、ああよし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 、ナイスナイス、いけ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 、もう押さえろ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 、ああああ、うん、終わりだ、王さん、いや、この子には未来しかない、はい、そして門倉にも変わってきましたからね、まだまだ見ぬ未来があります。粘り強さがちょっと見えましたね、はい、うわーもう負けちゃったな、もう宝山が勝った時にはちょっと嬉し泣きしそうだな、中野さん、むかつく、あのガッツポーズいつかしろよ宝山。